マラガ市中心部にある闘牛場。闘牛場は、闘牛が行われる、競技場である。特に、スペインに多く存在するが、フランスやポルトガルなどスペインの近隣諸国、アメリカ州などの新大陸、日本などのアジアでも見られる。闘牛場は古代ローマの円形競技場に強い、構造的類似性が見られ、その町の歴史的、文化的な中心地となっている場合が多い。 古典的な闘牛場の内部は、開放的な中央空間の周りを、ほぼ円形の雛壇式観客席が囲んでいる。闘牛が行われる、中央空間はアレナあるいはルエードと呼ばれ、採石が高密度に敷き詰められている。中央のルエードの周囲には、闘牛士が準備を行ったり、闘牛から逃れるための空間がある。主に木製で高さ約140センチメートルの分離壁によって、 フェンスと観客席の間の空間とウェードが隔てられている。分離壁には、闘牛の入り退場のための扉、人間の入り退場のための扉が付けられており、分離壁の形状、個数、位置などは、闘牛場によって異なっている。一般的な闘牛場では、分離壁は、避難空間を有しており、闘牛には狭すぎていれない空間に、 闘牛士が逃げ込めるようになっているが、稀に闘牛が分離壁を飛び越え、通路に大混乱を引き起こす。緊急時にイベントスタッフが迅速に介入できる、よう分離壁には、あぶみ状の突起が付けられていることもある。通常の公演は、午後に行われるが、太陽の位置によって、座席の価格が異なっており、直射日光が当たるソル席は、ソンブラ席よりも安価である。 闘牛場は専門競技場として発展した。古代ローマの多くの円形競技場は今日の闘牛場に見ることができる特徴を持っていた。例えば、ニームの闘牛場は一般的な広場より楕円形状であるが、古代ローマ時代に建設された。闘牛場の起源は古代ローマの特定の伝統に密接に関連している。イベリア半島のスポーツの形成期。 これらローマ時代の建築物は闘牛のために使用されることはなかった。かつての闘牛は町の広場で行われる公開イベントだった。闘牛の観客は主として男性であり、観客を収容するための構造を必要としたが、群衆は感染のために特別な座席を必要としなかった。これら初期の時代には円形状は当たり前のことではなかった。 闘牛専門の競技場として、セビリアのマエストランサ闘牛場の建設認可が降りたのは1730年である。当初は長方形のアリーナが計画されたが、闘牛士が窮地に追い込まれるのを避けるため、また観客が遠距離で観戦できるようにするために、円形に変更された。これらは古代ローマ時代に円形の競技場が作られたのと同じ理由である。 1754年には、ロンダに別の円形闘牛場が建設され、1782年に初の闘牛が行われた。19世紀から20世紀には、闘牛場が変容し、目立つ、レンガ装飾が特徴のネオムデハル様式が流行した。1990年代以降には、新しい建築技術が導入され、全面屋根や開閉式屋根を備えた。 闘牛場が出現した。闘牛場の主目的は闘牛だが、闘牛が行われるのは、祭礼が行われる年に数週間のみである。このため、ビルバオ闘牛場は、ミゲルリオスやジョーンバイズなどのライブツアーの会場として、使用されるなど、コンサート会場としても使用される。多くの屋内闘牛場、特に、メキシコやラテンアメリカの闘牛場は、コンサートなどに加えて、バスケットボール、 アイスホッケー、ボクシング、ルチャリブレなどの屋内スポーツにも使用される。現代的なスポーツ施設が普及する前、バスク地方では時給層などの伝統的スポーツの競技場として使用された。これらの伝統的スポーツはギャンブルの要素を持っており、市民は走者の集会数を予想してかけた。これらの伝統的スポーツに牛は絡んでいない。1936年、 スペイン内戦中のバダホスの戦いの際には、バダホス闘牛場は、共和国政府支持者の強制収容所として使用され、バダホスの町を占拠した国民党軍によって数千人が収容された。世界で最も有名な闘牛場は、スペインマドリードにあるラスベンタス闘牛場である。スペインセビリアにあるマエストランサ闘牛場やメキシコにある、 メヒコ闘牛場なども権威ある闘牛場の一つである。世界最古の闘牛場は、スペインサラマンカにある、ベファル闘牛場だとされる。1667年の建設当初は四角形であり、現在の一般的な円形構造となったのは1711年で、ある。フランスには、ニーム、アルル、アレス、モンドマルサン、ブイアーギュ、ボベール、カマルグ地域などに、 闘牛場が存在する。ポルトガルには、ディスボンのカンポペケの闘牛場などが存在する。また、ビラフランカデシーラ、フィゲーラダフホズ、レドンド、ポルト近郊のポボアデバルジン、モンティジョ、サンタレン、モーラン、モ、イタ、ポンバル、エストレモス、レゲンゴスデモンサラス、モンテモルオノボ、ナザレ、エルバス、マルバン、ソブラルデモンテアグラン、モガドーロ、カルタショ、 アルカセルドサルなどにも闘牛場が存在する。メキシコには、メキシコシティのメヒコ闘牛場がある。また、トレオン、アグアスカリエンテス、ティフアナ、サンティアゴデケレタロ、モレリア、グアダラハラ、サンルイスポトシ、プエブラ、マテウアラ、サカテカス、モンテレー、トランゴ、レオン、テスココ、カンクン、アウトランデラグラナ、イラップラト、メリダ、メヒカリ、オリサーバ、チワワ、パチューカ、 テシウトラン、テピク、クリアカン、モロレオン、ビジャエルモーサ、サンクリストーバルデ、ラスカサス、トラルテナンゴなどに闘牛場が存在する。ベネズエラにはバレンシアのバレンシア闘牛場がある。また、マラカイ、マラカイボ、サンクリストーバル、メリダなどにも闘牛場が存在する。コロンビアにはボゴタのサンタマリア闘牛場、メデジンのラ・マカレーナ闘牛場などが存在する。 エクアドルには、木との木と闘牛場などが存在する。ペルーには、リマのアチョ闘牛場がある。また、カハマルカ、トルフィージョ、ワンカヨ、イカ、アヤクチョなどにも闘牛場が存在する。ウルグアイには、コロニアデルサクラメントのレアルデサン、カルロス闘牛場などが存在する。アジアでは、牛同士が戦う闘牛が行われており、日本では、岩手県久慈市、新潟県中越地方、 島根県沖諸島、愛媛県宇和島市、鹿児島県の徳之島、沖縄県で闘牛が行われている。特に、沖縄県では、闘牛が盛んであり、沖縄本島に11カ所、石垣島と与那国島に1カ所ずつの、計13カ所の闘牛場がある。うるま市石川イベント公園闘牛場、うるま市栄上げな闘牛場、沖縄市栄闘牛場が、沖縄三大闘牛場とされている。 徳之島も闘牛が盛んであり、大会に使用できる闘牛場が7カ所に存在する。ありがとうございます。